もう人を信じない。こんにちは、始まるラジオラジのお時間です。はい、本日はちょっと前回の続きになるのかなみたいな感じなんですけど、ちょっとね喋りたいことがあってちょっと喋らせてもらおうかなと思うんですけど、前回の動画でですね、嫁のその、ちょっと鬱がね、あるということで、いろいろその動画を出させていただきまして、いろんな人からね、DM やらコメントやらいただきまして、本当にありがとうございます。もう全部、もちろん、見させていただいて、いろいろその考えさせてもらいまして、で、やっぱりね、その、僕の知らん、そういった、症状っていうんですか、こういう病気があるよとかね、なんかいろいろそういうのも教えてもらったりして、で、そういうので、あ、そんな病気もあるんや、みたいな感じで、いろいろ僕もそういった、調べて、それが嫁に該当するかとかね、いろいろそういうのも、調べさせてもらって、かなり参考になったんで、やっぱ動画で喋ってよかったなと思って、やっぱりね、僕一人の、力なんか、所詮知れてるので、こういう時はやっぱりね、いろんな人の力を借りるのが大事やなと。思いました。ありがとうございます。ちょっといろいろ参考させていただいて、ちょっとね、いろいろ病院とかも探していきたいなと思います。そして、今回の動画なんですけど、ちょっと前回のね、続きみたいになっちゃうんですけど、その嫁を、精神的にね、そうやって打つとか、ちょっと、すごい自暴自棄になったりしょるんですよ。ほんまに、うわーみたいになって、で、もうちょっと手がつけられんみたいなね。そういうのがあったんで、入院を、で、嫁からなんか入院しようかなみたいなね。そうと、多分嫁自身もちょっとその、ちょっとやばいみたいなね。思ってるみたいで。で、僕たちとか、その、嫁のお母さんとかね、いろんな人のそういう思いとかもあって、で、ちょっと入院しようかなみたいなね、そういう嫁も言ってて。で、本人がね、そういう、言ってくれると、僕らも、これやったら入院した方がいいんじゃないかみたいな、ね、そういった後押しっていうか、そういうのしやすいんで、で、嫁自身ね、ちょっと入院も考えるみたいな、言ってくれよったんですよ。で、その、実際にね、その、今通ってる精神科の、先生に相談したところ、全然紹介状とか書いてあげるし、全然入院をね、言ってくれたら、いつでもできるみたいなね、そういう話もいただいたので、じゃあ実際に、入院するって言ってもね、そういった、いろいろお金の部分とかね、かかってくるじゃないですか。んで、確認しようと思ったんですよ。僕もいろんなね、保険会社、生命保険の会社、皆さん入られてるかなと思うんですけど、僕も、何社か入ってるんですよ。一社じゃなくて、いろいろ、何社かに分けて入ってるんですけど、そのうちの、一つのところにね、電話して、で、もうその保険の担当の、おばちゃんなんですけど、もうね、十何年の付き合いなんですよね。保険のおばちゃんとは、ほんまに、もう十何年の付き合いで、もう、僕のこととかももちろんそうですし、嫁のこととかもね、僕の家庭のこともようしてあるんです。で、僕の家族、僕、兄弟、いるんですけど、その兄弟も、その、人がね、担当なんですよ。そのおばちゃんが、僕の兄弟、僕のお姉ちゃんとかも、担当とかしてて、だから僕自身じゃなくて、僕の家族とかね、僕の兄弟とかともすごい仲良くて、ほんまにもう、信頼に信頼を置いてる人なんですよ。んで、その人にね、嫁のそういった精神的に鬱みたいな、そういうのも知ってやるんですよね。だから、話もしやすいし、で、電話をしてね。で、その日額のこととか、そういった、保険のことをね、知りたいんで、で、日額いくら入ってたかなと思って、嫁が。で、その、金額を聞こうと思って電話したんですよ。ほんじゃ、どうしたんみたいな。いや、実は嫁が、こうこうこうで、前からこうやって喋ってたんですけど、今回ね、ちょっと入院っていうのを、視野に入れてね、考えてるんで、いろいろその、日額っていくらでしたっけみたいな。そういう、ちょっとお金のことが聞きたくて電話したんですけど、みたいに言ったら、そうなんや、大丈夫みたいなね、なったんですよ。大丈夫やと思うみたいな、こう、いろいろ喋ったら、ほんじゃね、いきなりね、他の保険のおばちゃんがね、なんか、いきなり、お祈りをさせてほしいって言ってきたんですよ。で、と思って、お祈りと思って、お祈りって何なんって聞き直したんですよ。んじゃ、ほんまに、お金も何もかからへんから、お祈りだけさして、みたいな。ほんじゃ、心も体も
健康になるし、すごい楽になるから、で、その嫁さんがね、そうやって心がその苦しんでるとか、それで体が偉くて、心も偉くてってなるんやったら、そのお祈りをさせてもらえたら、そういったすごいその心も体も楽になるから、もう信じひんくてもいいから、お祈りだけさせてみたいな、お金も、その、時間も全然かからへんからみたいなね、すごい言わるんですよ。で、どういうことみたいな、そんな変なやめてやとか言ってたんですが、ほんまにそんなんじゃないみたいな、なんかほんまに信じひんくてもいいからお祈りだけさせてみたいな、ほんまに楽になるからって言われるんですよ。で、俺すごい信頼を置いてるね。もう全然初対面の人やったら、うわこいつやばみたいな感じでプチって切るんですけど、もうほんまに家族ぐるみですごい仲良くて、僕がもう20前半ぐらいの時からね、ずっとやってるおばちゃんで、だから、その人が、なんか、そこまで言うのであれば、まあ、それやったら、ちょっと、お願いしようかな、つって、まあ、なんか、僕が思ってるね、変なイメージ、お祈りってなんかこう、ちょっと怖いやん、みたいな、なんか変な、ちょっと、そういうね、変な勧誘とかされんちゃう、みたいなとかね。まあ、なんか、そういうイメージやけど、実際にその人が言うのであれば、まあなんか僕のイメージとちょっと違うんかなと思って、すごい信頼を置いてたんで、俺やったらちょっとお祈り、まあなんかすごい楽になるんやったら、ちょっとしてもらおうかな、みたいな。んで、嫁にも喋ったら、お祈りって怖いや、みたいな。なんか言っとったんやけど、でもまあその人がそこまで言うんやったら、ちょっと一回じゃあ楽になるんやったらしてもらおうかな、みたいなね。嫁も言いよったんで、じゃあ、実際ね、その人もう一回電話して、保険屋さんに電話して、担当の人に。じゃあ、お祈り、まあ、嫁も受けるって言ってるんで、じゃあ、いつでもいいんで、また来てもらいますって言ったら、この時ね、もう夜の9時半とかやったかな。じゃあ、なんかね、もう今すぐ行くわ、みたいな言われたんですよ。今からみたいな。言ってて、夜の9時半とかでさ、で、今すぐ行くみたいな感じで、なんかいきなり、何もう今からでもいいみたいに終わったから、いや別にいいけどもう9時半とかやで、つったら、いいの大丈夫みたいな感じで、言われて、んで、夜の、まあ10時前ぐらいにね、キャッターですよ。ほんじゃ、なんかその保険屋のおばちゃんと、その保険屋のおばちゃんの娘がキャッターです。この人も、嫁と同い年の、33とかかな ?33 なんですけど、で、その娘さんとおばちゃんがね、二人で来て、どうしたん?って言ってて、いや、私もお祈りできるし、娘のこの子もお祈りできるんや、みたいな。んで、実際に、夫婦二人でお祈りを受けてほしい、みたいな。って言われてたんで、だから娘も連れてきたみたいな。怖っと思って、一瞬、怖いやんとか言ってたけど、いや、絶対そんなもう信じなくてもいいから、みたいなね。もうとりあえず、お祈りだけ受けて、みたいに言われたから、あ、そうな、みたいな。まあ、これやったら、まあ、お祈りしてもらおうかな、みたいに言ってて、ほんで家上がってきゃって、ほんでなんか、じゃあ、実際に正座をして、で、なんか手を、まあ、なんかこう、この膝の上にね、こう組んでくださいみたいな、こういう風になんかまあ、手をこう自分でね、こう握ってくださいんで、まあ、正座をして、目をつぶってくださいって言われたんですよ。目をつぶってくださいって言われて。はい、わかりました。つって、こう目をつぶってて。ほんじゃ、名主様、ありがとうございます。と、3回言ってくださいって言われたんですよ。なんて言いました?名主様って言われて、名主様。そう、名主様、ありがとうございますと、まず最初に3回言ってくださいって言われて、はい、って言ってて、で、名主様、ありがとうございますっていうのを、この4人でね、僕と嫁とおばちゃんとその娘4人で、名主様、ありがとうございますっていうのを、なんかこう目をつぶりながら3回唱えるんですよ。ほんじゃ、なんかその後、なんかそのまま目をつぶっててくださいみたいな感じで、じゃ3分間、そのまま、目をつぶっててくださいって言われるんですよ。で、ずっとこう3分間ね、こう目つぶってるんですけど、その間に、おそらくなんですけど、この保険のおばちゃんは、こう、手をね、こう、念力を送るかのように、多分僕の、方にね、向かって、体の方に向かって、この手をね、こうかざしてやったんですよ。で、おそらく念力みたいなね、そのいう類のもう、なんかこの、まあ、何やろ、なんかパワーかな、そういったパワーを多分俺に送ってやったんですよ。んで、娘さんは、嫁の方にね、そういったパワーを送ってやったと思うんですけど。んで、なんか、3分ぐらい経って、
で、またなんか、じゃあ、目をお開けくださいって言われて、目開けて。んで、なんか、またそこでも、名主様、ありがとうございますと言いましょうみたいな感じでね、また名主様、ありがとうございますみたいな言って、お辞儀をしてくださいみたいな言われて、こう、お辞儀をして。んで、それでお祈りは終わりましたみたいな感じなんですけど、んで、どうやったみたいなね。聞かるんですけど、いやいや、何も変わらへんよって言ってて、何やったら俺足痺れてるんやけど、みたいな。普段正座なんかせえへんから、3分間しただけですごい足痺れて、何やったら俺ダメージ受けてんやけどって思って、いや、どうやったって言われて、いや、何にも変わらへんねんって言って、嫁に、どうやったみたいな。いや、私も何にもちょっと感じひん、みたいに言っとって、ほんまみたいな。なんか、その保険のおばちゃんが言うには、私が初めてされた時は、なんか紫色の光が見えたとか言われるんですよ。ははと思って、そうなみたいな。なんかそういう光は見えへんかったって言われて、いや、何にも光は見えへんかったかな、みたいな。俺は何にも感じひんかったけどな、みたいな。いや、そういう感じひん人もいる。でも、そのなんか、回数を重ねるごとによって、それをこう感じてくるみたいな、そういうの楽になってくる人も多いから、もう一回やろうって言われて、次はなんか僕は多分その保険のおばちゃんがね、まあ、多分パワーを送ってくれてやったんですけど、次はその交代して、なんか娘さんが、僕にパワーを送ってくれるようになって、んで、まあ、おばちゃんがね、嫁にパワーを送る側になって、もう一回その3分間ね、なんかその、明治様ありがとうございますと言って、なんか3分間変なパワーか、ようわからんもう送られてきたんですけど、それでどうやったみたいな、また言われたんですけど、何にも変わらへんっつって。で、もう足痺れてるし、ちょっと正座崩していいっつって、あ、もうそれはいいよって言われて。もう何やったらね、もう足痺れすぎて、もう痛いだけなんですよ。もう、むっちゃダメージを俺は食らってて、もう逆にもうなんかダメージ食らってるし嫌なんやけどって思ってたんですけど、でなんかそれでどうやったって言われて、やっぱりほんまに変わらへんわみたいな、これはお祈りなってね、ちょっとはっきり言ってしまったんですけど、まあそうやみたいな、これがお祈りなんやけど、その人によってね、私よりもやっぱ強い人がやった方がなんかその効果あるみたいに言われるんですよ。なんかそういうパワーを送るのにも、そのランクというか、なんかまあこの強さっていうか、まあランクみたいな、なんかようわからん変な、なんかあるらしくて、でまあなんかその強い人がやったら、やっぱりその効果があるみたいな、楽になる。心も体もすごい楽になるみたいな。で、それも回数を重ねることにも楽になるし、んで、なんか2回だけ、とりあえず話を聞きに来てほしいみたいなね。その私たちがやってる活動というか、そういうのを、そういった、話を聞きに来てほしい。話を聞くだけで、やっぱりすごい心と体がすごい楽になるみたいに言われるんですよ。なんかそれをすごい言われて、なんかそういった病んでるとか、鬱の人とかも、やっぱそういった、こういうことを、こういうお祈りとかをね、こうしてもらうことによって、すごい楽になるし、ほんで言ってやったんが、癌が消えるって言われたんですよ。このお祈りをしてもらうことによって、癌が消えることもあるって言われるんですよ。で、実際に消えたこともあるみたいなね、癌がね。で、なんか、その保険のおばちゃんも実際に、自分のお父さんがなんか、いいかな、いいがなんかちょっと悪かったらしいんやけど、その、そういうお祈りとかをね、とかそういうのをすることによって、その、いいがね、すごく良くなったみたいなね。こういうこと言われてる。で、実際そういうことを私は経験してるから、まあそのね、803にもそういったことをやっぱ経験してほしいんで、奥さんもそういうことがあるんやったら、実際それで心のね、悩みとか体のそういうのも全部良くなるから、で、子供とかが風邪ひいたり熱が出ても、そういったお祈りとかを受けることによって熱が下がるし、ほんまにそのお祈りを受けてほしいとかね、むっちゃ言われるんですよ。もうだから、そういった精神、病院みたいな入院したら、ほんまに薬漬けになるから、そうはなってほしくないから、そうはならへんためにも、そういうところに来てね、なんか話を聞いて、そういったお祈りを受けてほしい。そしたら楽になるし、そういった薬にも頼らん生活ができるからってむっちゃ言われるんですよ。で、とりあえずなんか知らんけど、2回来てほしいって言われるんですよ。で、別に、日はいつでもいい。日も時間もいつでもいいって言われて、土日だろうが、平日だろうが、
夜のまあ何時でもいいからそのなんか2回だけ話を聞きに来てほしいみたいな言われるんですよ。でその時に俺はもうはっきり言ったんですけど、これは宗教なんて言ったなら宗教ですって言われて、でなんかね滋賀県にあるんですけど、なんか僕も調べたんです、その後最後にね、滋賀県にある滋賀県に本部があるんですよ。なんか神事襲名会やったかな、多分そんな名前、神事襲名会っていう名前やったと思う、確かね。なんかそれがまあなんか調べたら滋賀県に本部があって、で滋賀県にいろんなところに支部みたいなのがあるんですけど、その支部に来てもらっていろいろそういった話をね受けてほしいみたいな。ほんでその話1回1000円かかんやったかな、なんか1回1000円かかるらしいんやけど、でまあなんか30分か1時間かね、なんかそういった話を聞いて、でもすごい良くなるからみたいな、ほんの薬とか買うよりも絶対効果があるみたいに言われるんですよ。ほんでこういうのに頼らへん、薬に頼らへん生活ができるからって言われるんですけど、その人保険のね営業マンやのに、なんか、そういうね、医療を否定してるみたいなことずっと言われるんですけど、お前でも保険の営業マンやんけって思いつつね、生命保険の営業してて、お前そこ否定すんなよとかいろいろ思いつつ、でもまあ、こういうこと言われるんですよ。ほんで、僕のね、お姉ちゃんとかと、すごいなんか、おばちゃん仲いいんですけど、でもお姉ちゃんとかにはちょっと黙っといてな、みたいな言われるんですよ。ほんで、その保険会社に、とか、にもちょっと黙っといてって言われるんですよ。こういったなんか実際に保険の営業マンがお客さんのところに行ってそういった宗教の勧誘をするっていうのはなんか一発でクビになるらしくてね、まあ絶対ダメじゃないですか、普通に考えてダメじゃないですか。でまあそういうのでなんか一発にクビになるからちょっとまあ黙っといてほしいみたいな言われるんですけど、でもずっと言われるんですよ。ずっとなんかその2回来てほしい、2回来てほしい、もう土日もうちょっとの時間でもいいからちょっとだけ時間空いてるやろみたいなね感じでめちゃくちゃ言われるんです。ほんでなんか2回話を言ったらなんか変ななんか首飾りみたいなね、なんかようわからんネックレスみたいな首飾りみたいなのを確か3万5千円払ったらその、なんか首飾りみたいなねなんかもらえてほんでめっちゃもろいこと言われたんですよ。なんかこの世なんかね、この世やったか、あの世やったかな、あの世や。なんか死んだ後になんかその天国か、まあ行くじゃないですか。その時に、なんか人間にはランクがあるって言われて、一番下がまあそういった地獄で、まあ言うたら一番上がまあ天国みたいなね。で、なんか60段階あるみたいに言われたんですよ。で、一番下がまあ一番地獄じゃないですか。でも、その、もの首飾りみたいなのをね、3万5000円で購入することによって、自分の今いる位置は、まあ、わかんないじゃないですか。まあ、大体自分が、まあ、普通に来てたらどうなんやろ。まあ、大体真ん中ぐらいの60段階あるうちの30段階ぐらいなんかもしれないですけど、その、まあ、悪いことを、まあ、したみたいな、犯罪者とかね、悪いことをして、まあ、普通より悪いことしてるから、ちょっと地獄に近づくから、こうね、こう下がるわけじゃないですか。でも、その首飾りがあることによって、30段階上に上がるって言われるんですよ。この首飾りがあることによってね。だから、そういった、まあ、悪いことをしてとか、犯罪とかを起こしても、それを購入することによって30段階上がるから、このまあ死んだ後にね、その地獄には行かへんみたいな、その上の、そのところに行けるみたいな言われるんですけどね。いやおかしいチートすぎるでしょ、ほんまに。そうやったらほんでね、ほんなようわからん首飾りを購入することによって30段階もレベルが上がるんやったらね、ちょっとチートすぎるし、まあ、なんやろ、まあ、このまあ、神様がね、たとえまあ、いるとするなら、そのなんやろな、このもっと平等じゃないのかなと思うんですよね。そんな3万5000円を払った人だけ30段階レベルを上げてあげましょうみたいな、ね、そんな不平等なことするって思って、もうなんやったらお金ないやつは絶対にもうあかんやみたいなね、こんななんか3万5000円払えへんやつはもうダメだみたいな、お前は30段階レベルを上げないみたいなね、そんなことをするって思って、なんかいろいろこの思ったんですけど、でもなんかその死んだ後にもそういったいい暮らしというかいいところに行ってほしいから、そういうのもできたらこの購入してほしいみたいな、30段階レベル上がんのよみたいなね言われる、もう信じなくてもいいけどみたいに言われるんですけど、それはそれでだんだん腹立ってきてね。でなんかまあ
あ、そうなんや、みたいな。で、まあ、なんか、すごいな、みたいな言うんで、なんかみんなね、やっぱこの宗教に入ってる人は、まあなんか、多分これを買ったら、宗教に入れんのかな。逆にそれを買わないと宗教に入れないかもしれないですけど、多分、その保険のおばちゃんの狙いとしては、なんか2回ね、その宗教に入るには多分その2回話を聞いて、俺多分このヤフー、知恵袋か、なんかそれでこの真珠襲名会っていうのを調べたんですけど、なんか俺やったらむっちゃそういうこと書いてあるんですよ。なんか2回話を聞きに来てくれってむっちゃ言われるみたいなね。で、2回話を聞きに行ったら、なんかそういう首飾りみたいなのを3万5千ぐらい購入して、んで、その宗教にね、その、入るんか入れるんか、なんかまあそういうことが書いてあったんで、おそらく狙いとしては、なんかまあそういう、僕をね、僕と嫁をその宗教にね、入れさして、その、魔法の首飾りを交わして、で、勧誘することによって、勧誘した人は死んだ後、あの世に行った時に、なんかすごいいい暮らしができるみたいな、なんか、そういう風な感じらしいんですよね。だから、おそらく僕と嫁を勧誘して、ほんでまあ、この保険のおばちゃんはね、死んだ後、すごいいい暮らしをね、まあなんかしたいのかわかんないんですけど、なんかまあそういう風になんか書いてあったんですけど、だからまあこれはね、ちょっとまあ、もうちょっとやばいやろと思って、でもその場は、いやもう俺はちょっとまあ忙しいし、んで土日も普通に全然仕事やし、ちょっと無理やわ、つって。で、奥さんだけでもどうみたいな感じ言ったけど、いや、もう、そういうのは、もうちょっと、そういう宗教とか、正直あんまり興味ないし、まあそういうのはいいわって言って、その日はもう帰ってもらったんですけど、でも俺すごいショックで、なんかもう十何年の付き合いので、すごい信頼してた人なんですよ。ほんまにいろんなことでこう相談してて、すごいプライベートなこととか、まあこういう嫁がね、まあそういう鬱なんよ、みたいな、そういうことも相談してた、のにもかかわらず、なんかすごいなんかそういう宗教のね、結局なんかそういう弱い部分をつけ込んで宗教の勧誘してくる。っていうかその人宗教やってたんや、みたいな。なんかそういうのもあって、すごいなんかこう、ショックで、うわー、みたいなね。なんかほんまになんか、すごい信頼してて、絶対この人そういう人じゃないやろなと思ったのに、ほんまになんか人間ってわからへんなと思って。なんかすごい、なんかその日、なんか寝る時もなんかすごいショックで、なんかいろいろ病んでる中さらに病んで、うわぁ、ショックやわみたいな感じでね。ほんじゃ、なんか次の日もね、俺電話かかってきたんですよ。なんかこの、土日どうみたいなね、感じでかかってきて、で、俺仕事中やったんだ。思いっきり朝の10時とかにかかってきてね、いい仕事中やし、つって、もういいわ、つって、多分10秒ぐらいで切ったんですけど、俺ちょっと怒ってね、ちょっとイラッとしたんで。ほんじゃ、その週の土曜日に、昼間に、このまた娘連れて、勝手に蹴ったんですよ。いきなりね。いきなりピンポンで蹴って、で、うわ、蹴ったって思って、で、その時家に俺しかいひんかったんで、で、俺が外出て、え、なんなんって言ったら、いや、お祈りだけさしてくれへんみたいなね。また言いよったんですよ。いや、だからもういいって、つってて。で、そういうのいきなり来んのとかやめてくれるって言ってて。いや、やっぱ宗教とかそういうのは信じひんとか言わったんですけど、いや、もう全然宗教とかそういうのは嫌やし、もう信じひんし、もう全然興味ないわ、つって。ああ、そうなんや、わかった、つって、帰らったんですけど、俺はね、ただ単に、嫁の入院の日額を聞いただけなんですよ、電話でね。ほんで結局、嫁の日額を教えてもらえないんですよ。電話した、一番最初にね、嫁の日額っていくらなんて聞いた時に、なんか今タブレットがないから分からへんから、また次の日電話するわとか言わったんですよ。で、結局、そのまま、もう何日も経つんですけど、結局嫁の日額が いくらかも分からず、ずっとその真珠襲名会という宗教のことばっかり喋られるんですよ。結局、お前仕事しろよとも言いつつ、この宗教のことばっかなんですよね。で、保険の担当の人が。これって、ちょっと、どうなんと思って。俺ほんまにこれを、例えばその、マスコミとかにね、ちょっと俺今度、まあ、次、電話か、まあ、家か、まあ、今週とかでもほんまにもし、また土日とか家来よったりとか、まあ、電話とかかかってきたら、それを録音するか、録画するか。実際に来よったら、実際携帯をムービーで撮って、喋ろうと思うし、実際にまあ、こっちから電話してもいいんですけど、もうちょっと、この保険の担当、俺その人なんですよ。で、もうちょっと、保険の担当を変えたいなと思って、もう十何年のね、すごい、いろいろよくしてもらってたんですけど、もう、なんかそういう、なんやろ、話もできひんというか、
なんか結局保険のこと聞いてもなんかまたそういった宗教の勧誘されそうで、なんかもうちょっと嫌やし、もうほんまに保険の担当も変えてもらおうかなっていうのがあるんで、まあ待って電話しようかなと思うんですけど、その時に、全部、録音をして、で、その録音をするときに、もう、全部その証拠取りみたいなしようかな、みたいな。この前もさ、勝手に家来たやん、みたいな。で、この時にさ、こういった新事襲名会っていうのを、勧誘してきたやん、みたいなね。なんかそういうことも、言葉に出して、実際にその証拠取りみたいなのをね、全部していこうかな、みたいな思って。で、その、録音を、例えば、そういったマスコミとか、まあそういうなんとかにも持ってってね、言ったら、もう、大炎上するんじゃないかなって俺思うんですけど、実際この保険のね、営業の人が実際この宗教やってて、わかんないですけど、この保険会社にもいっぱいこの宗教の信者っていうのがね、もしかしたらいるんかわかんないんですけど、だからそういうのは他の人もしてんのみたいな。なんかそういうのもね、ちょっといろいろ裏取りとか取って、なんかそういうのもね、録音しときたいなと思って。で、それをちょっと公表したら、なんかどえらいことになるんじゃないかなと思って。ほんまニュースになるんじゃないかなと思うんですけど、それをほんまにマスコミとか、録音データをね、実際渡したら、どうなんやろって。でもあんまり、俺それを僕の、僕のお姉ちゃんにね、相談したんですよ。保険のあの人いるやん、みたいな。で、あの人さ、そういうことをしてきゃんやけど、みたいな、今回あったことを全部喋ったら、むっちゃびっくりしてやって、んで、それを、例えば、その保険会社に言ったら、その人はね、一発で当然クビになるじゃないですか。ほんで、いろいろ、そういうのをね、例えばマスコミに、その録音データを渡したりしたら、アンタンチはもしかしたら、ほいといろんな人の信者に狙われるんちゃうみたいなね。そういうのを、こう言ってきよって。でも確かに、それもあるかもと思って。この宗教の人たちからね、僕が狙われる可能性もあるわけじゃないですか。だから、それは、ちょっと怖いなと思って。だから、ちょっとビビってるんですけど。だから、実際ビビってるんですけど、だからまあなんかどうしようかなみたいな。一応その録音データだけは、まあほんまに取ろうかなと思うんで、これだけ取って残しといて、何かね、また、勝手に家に来て、僕がいい日の時にね、勝手に家に来て、嫁をね、半ば強引にそういった、宗教の支部にね、この話の、聞きに行かせるとかね。なんかそういうようなことをしたら、もう、問答無用でそういう録音データをね、保険会社の、本社の方と、いろいろマスコミの方とか全部出したろうかなと思うんですけど、まあだから、ちょっと、今は直接、まだそこまでの害はないので、ちょっと、あんまり動くと、僕、そういったいろんな信者に狙われるんじゃないかなと思って、ちょっと怖いなと思うんですけど、今もこの統一教会のことでね、その世間的にも、やっぱその宗教というのはすごい注目されてる時じゃないですか。そんな時に、そういった新しいそういったネタみたいのをね、このぶち込んだら、結構そういった、まあホットなね、話題なので、いろんな記者がね、いろんな記者がもしかしたら食いつくかなとは思うんですけど、でもあんまりやりすぎるとね、ほんまに僕自身の、ちょっと危なくなるかもしれないんで、ちょっとこの辺はね、悩みどころではあるんですけど、でも実際そういうことがあったんで、これってアウトですよね。完全にアウトやと思うんですけど、どうなるんだみたいな。なんか、そんなよくあることなんかなと思うんですけど、でも保険の担当してる人が、ね、仕事外でそんな宗教の勧誘をお客さんのところにするっていうのもちょっとどうなんみたいなね。保険の担当っては、担当医がね、もともとの友達とかやったら別に、関係ないけど、そういった仕事のね、そういうのを使って、お客さんのところに行って、そういう勧誘するっていうのは、ちょっとそれはどうなのかなと思うんで、また、進展は、あると思うんで、また何かあったら、動画でも、ちょっと言っていきたいと思いますので、ぜひその時は、
毎回聞いてください。ありがとうございます。ここまでどうでもいいかもしれないですけど、こんなどうでもいい話をねここまで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとまあ僕自身ちょっと怖かったし、なんか初めてやったんですよ。そのアムウェイの勧誘とかあるんですよ、今までね。アムウェイの勧誘とか、その NHK のね、入ってくださいよみたいな、そういうなんとかは全然あるんですけど、この宗教の勧誘っていうのをですかね、なんかね、なんやろ、なんかね、本みたいなのをね、聖書みたいなのを、なんか買うんやったら、なんか渡されたんかな、なんかそういうのはなんかあるんですけど、実際にそのがっつり宗教の勧誘っていうのを初めてやったんで、怖みたいな。おそらくそういう人に何を言ってもね、結局一緒なんで、まあもう いいんです。全然ね、まあ信者の人は信者の人は全然いいと思うんですけど、でもまあ僕は全く興味ないですし、実際僕は保険 その入院の日額を知りたかっただけなのに、実際それを知ることもできずにね、お前仕事しろやと思うんですけど、実際それを教えてくれることもなく、ずっと宗教の勧誘されてるんで、まあ、ちょっとそれもどうなんかなと思うんで、まあまた進展があったら動画で喋りたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。